ナリーグメッツ2号ドジャース2024年5月28日ニューヨークメッツのタイラー・メギル投手28が28日日本時間29日本拠でのドジャース戦とのダブルヘッダー第1戦に先発し7回を3アンダム失点9奪三振の高騰を見せた大谷翔平投手29との対戦も3打数無安打1三振に抑えた 初回の第1打席はカウントゼロ、2から861マイル、約1386キロの変化球で空振り三振。大リーグ公式サイト、mlb.com では大谷のバットを空を切らせた最後の球種はスライダーと判別されたが、メギル本人はスプリットだと主張した。メギルのスプリットはその時の投げ方によって不規則な動きをするのが通常とのことで、 カットすることがあれば、右に動くこともある。どちら側に動くか分からないのはいいことだと思う。打つのは難しくなるから、自分でも分かるときもある、笑、と笑顔で、魔球、について説明した。第二、第三打席ではカッターと判別された球種で大谷を一塁ごろに切って取った。今季最高の投球で2点のリードを守って降板したものの、 リリーフが打たれてメッツは延長10回に2対5で逆転負け。今季初勝利はお預けとなり、辛いが顔を上げて次のゲームに進むしかない、と必死に前を向いていた。ニューヨーク杉浦大輔通信員。